るようなそんな打席にしたいという打ちました。先手を取りたいですね。流しました。次も体に近いところボール先行です。際どい球わずかに外れています。ボールが3つになります。打ちました。サードランナータッチアップ、ホームに送球、サードランナーホーム。さあご覧、相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。外れてボール、ボール先行です。これは行くでしょうね。入った、ホームラン、ツーランホームラン、素晴らしい一振りです。インサイドセンターへ、伸びがありません。センター、高めのボール打ちました。大きな打球になった、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。ここレフトオーバー、二塁へ送球、ランナー出ました。千葉ロッテマリーンズです。ツーアウトランナー一塁、打席には8番バッター坂本。マウンドに上がるのは バッター、レフト線を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで。バッターボックスには代打の柳田。まあ今のうちにリードを広げておきたいですからね。初球打ちヒットになった、三塁を回っていく、そしてセカンドランナーのマリ、打ちました。セカンドの右抜ける、一気にライトへ、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達。2番バッターバース、リードはしてますがまだ序盤ですから、もっと点は取っておきたいですよね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は切れました。ファールボール、ノーボールワンストライクです。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは、バッターは今日 DH に入っている吉田。その日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球、2球目打ちました。これはショートライナー。バッターは2番に入っているオスナ。点がまずは先頭バッターを打ち取っています。真ん中打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ライトが取りました。ツーアウトです。バッターは DH 岡本、ツーアウトになっています。この打ちました、いい当たりだ、左中間に強い打球。バッターランナーは二塁到達、ツーアウトランナー二塁。さあそして打席には柳田が入ります。さあ得点圏には先制のランナー、打った、高い打球、突き刺さった、打ちました、痛烈な打球、高く上がった、フェンス直撃。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。さあそしてバッターボックスには太田が入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面、痛烈、これはショートライナー。バッターよく見ました。ボール先行です。ボール、ストライクが入りません。これが4球目、打ちました、レフトが追いかける、入りました、ホーム、2引っ張った、オスナ、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには指名打者の吉田。ワンアウトランナーありません。最初は変化球できました。ファウルになります。
改めてお聞きしますが、バッターの吉田、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的にはボールをしっかり叩いて遠くに飛ばそうとするバッターですよね。そうですか。切れてますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク、フルカウントです。打ちました、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁。まず際どいコースをついてきました。ふわふわっと上がった、ここはフライになっています。掴んでツーアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。さあ、そして打席には浅村が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあマリーンズとしては早いうちに追いついておきたいですよね。なるほど、そうですね。ふわふわっと上がった、掴んでスリーアウト、同点のチャンスものにはできませんでした。2回になります。7番から始まるホークスの攻撃、里崎が打席に入ります。マリーンズ1点ビハインドで迎える初球、ヒー打球はレフトへ、レフトが取りました。打順は8番小田、千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー1塁です。さあ、この終盤1塁には追加点のランナーを許しています。バッターボックスには足立、ここはランナーを得点圏、打ちました坂本、2塁アウト、1塁転送はアウス。赤星さん、最後の攻撃、何としても塁に出たいですよね。まあ当然そうですよね。塁に出ないと始まりませんから、かじりついてでも出ないといけませんよね。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。インサイド打ちます、センターに抜ける、先頭バッター出ました、マリーンズ、ノーアウトランナー1塁です。バッターは7番に入っている鈴木。マリーンズ同点のランナーが出ています。ふわふわっと上がった、抑えてワンアウト、ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスは8番坂本。マリーンズ同点のランナーが出ています。ランナー動きませんね。初球から走ってくるケースは多いんですけどね。ボール先行、ランナー動いてくるか。ストレート打った、サードうまくさばいて二塁アウト、アウト、これで3アウト、試合終了。Feel like